静かなる防衛の時間です。今日は非常に残念なんですが、墜落した F-35 戦闘機のパイロットの遺体と思われる一部が発見され、本人と確認されました。これにより死亡が確認。お悔やみ申し上げます。6月7日閣議後記者会見で岩屋防衛大臣が死亡を認定したと発表しました。誠に残念です。現場海域ではやはり粉々になった部品がまだたくさんあるようで、捜索も未だ全部の遺体は見つかってないようです。しかし遺体の一部が本人と確認できる以上、死亡と断定されました。これは6月7日昼のニュースでも時間を割いて報道されていました。そこで自分もご飯を食べていたんですが、話に出てきたのがフライトレコーダーが見つかってないのに、なんでこの135キロ地点に墜落したというのがわかるか。それをやはり知らない人はわからないわけですよ。知ってる人はわかるんですが、 F-35 にはデータリンクという機能があり、これは F-35 同士のデータを常にやり取りしています。F-35 だけではなく地上の最新鋭の機器ともデータリンクできる機能があり、地上において空、地上、海すべてにデータリンク機能がついています。で、今回も三沢基地のレーダーとデータリンクできているので、 F-35 と基地のレーダーを確認し、機体に異常がないと判断したんでしょう。飛行再開の発表もありました。やはり第5世代 F-35 素晴らしい機能がついています。散在している部品は全て引き上げるのでしょうが、まだまだ時間がかかる模様です。 F-35 といえばやはり、ソフトウェアにまだまだ欠陥が多い。
というデメリット、ありまい。機体そのものの不具合はそれほどないと思われます。しかしこのソフトウェアが多くの障害を未だ解消できていない状況です。後方支援ソフトのアリスも未だ完成してもいません。まだまだ第5世代がうまくいってない間に第6世代 F3 ここに向かうのはどうかとは思いますが、また違った発想が出てくると思われます。で、今回のように F35 が何らかの原因で墜落し、訓練飛行を中止に追い込まれると、 F35 ばかりを持っていると任務につけません。スクランブル、一機体制ではここは不可能です。日本は F2、F15 3機体制で任務が行われています。 F2 もこの間墜落しましたが、それはパイロットの操縦ミスによるものでした。海域も200メートルの海底です。今回の1500メートルに比べるとまだまだ浅いですが、それでも1ヶ月ぐらいかかっています。この3機体制がやはり重要になってきます。F35 が本格的に投入されてくると F15 がと入れ替えになり、 F2 やはり将来的に考えると早く F3 を完成させる必要があります。試作機はX3 でしょうか。今回のパイロットのご冥福をお祈りし、これで終わります。今日の視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。